とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。まず入りましたらば、必要はないんですけども、クールダウンをまず入れておきましょう。どうせね、入れるんで、最初から入れちゃってください。OK。で、今シーズン、楽勝です。まあ、ただし、22回と16回ぐらいかな、が若干難しいです。うん、でもそこぐらい。あとはもう本当、全く問題ないと思いますので、そこだけ注意していきましょう。OK、クリア。で、1回でパワーシェイカーですね。固まった。ああ、よし。で、ここ、エンチャンター出るので、エンチャンターだけちょっと注意して、戦っていってください。ここと、あと、向こう側にもいるんでね。でも、向こう側は、敵自体がちょっと少ないので、そこまで、注意することはないでしょう。 OK。 で、こっちね、終わり。はい、2回クリア。次、両刃斧を取っていきます。で、エンチャントで吸血火属性ですね。で、持って、最初のこの位置ぐらいに出てくる敵をある程度倒して進んであげると時短になると思います。 OK、 こんだけ倒せれば OK ですね。進んでいきます。あいつ鬱陶しいな。いや、いけるか。いや、もう変な動き。よし、オッケー。おしまいですね。3回クリア。ドラを取ります。で、早めに、クールダウンを多めに入れておきたいところですね。防具は最初の初期装備を最後まで来ていきます。 OK。 で、ここはパワーシェイカー使って右に抜けましょう。じゃないとちょっと OK、 毒の持続ダメージが結構痛いんですよね。 OK。 おお、矢が2つ。運がいい。出ないとき全く出ないんですけども、今回は意外と運がいいかもしれません。4回終了で、報酬いりません。で、ここもエンチャンターがいるんで、エンチャンターを早めに外してあげましょう。 OK。 まあ、全体的に敵は少なめなので、そんなにね、難しいところはないかな、今のところね。はい、おしまい。今回終了。バーストクロスボウを取っていきましょう。で、エンチャントでクールダウンですね。で、バーストは、まあ、今のところは入れなくてもいいと思います。運がいいね。バーストでね、一撃でいければいいんですけど、ちょっと一撃では倒しきれない。よし、 OK。 あっちまで行くのはめんどい。あれ、倒しきれてない。あ、若干残ってた。
回終了。次ここで星夜取っていきましょう。でエンチャントで火と働き鉢ですね。でクールダウン多く入れましょう。OK で持って、ここは蜂がいっぱい出ればクリーパーの処理も一緒にできていい感じですね。はい、おしまい。いや、まだいた？下にいるか。いや、え、どこ？そこか。なんか変な動きするやつがいるな。7回クリア。ここはドラじゃない、ゴーレムを持っていきます。で今シーズンできるだけ早くクリアしたいところですよね。30回でちょっと長いんですけども、まあ急げば25分いけるかな、どうかなっていうところ。よし、 OK、 8回終了。報酬いりません。25分は無理だとしても、まあ26分台とかそれぐらいでは頑張ればいけると思います。反逆者取りまーす。で持って上に行ってボスですね。エンチャント少し入れましょう。火属性を強くして長弾でいいです。で最初エンダーセントを倒すといいと思います。まずはエンダーセント。 OK OK、 よし、終わり。まあ、それなりっていう感じですかね。でゴーレムの HP は、その都度更新してあげるといいと思います。で今のところは、報酬いりませんね。ゴーレムの HP が少なかったりするとちょっと不安になりますね。 OK、 ゴーレム、やばいやばいやばい、危な危な。ここ意外と敵多いです。意外と出るんだよな。よし、よし、終わりか。11回終了。何もいりません。でここがね、あ、ミスったハマった。クリーパーめちゃ出るんですよ。なのでゴーレムと蜂がすごく役に立ってくれます。おお、今回結構耐えてくれたな。よし、 OK、 ゴーレムが結構耐えてくれたんで、ある程度のクリーパーは倒れてました。いい感じで12回、おしまい。ここは何もいりません。乱射も強いんですけども、もうちょっと上で別の弓を取るのであまり意味がありませんので、取らないようにしてます。でここもクリーパー、そしてネクロマンサー出ますので、ちょっと注意、まあ注意ってことでもないか。ネクロマンサーは出現する場所が分かってればもう出た瞬間叩けば OK ですね。 OK、 しゃあ、OK、 でもうここ最後最後ね、結構湧くのよ、同時ぐらいに。よし、終わりか。13回おしまい。
ここでコブですね。コブクロスボウを取っていきましょう。で、エンチャントですけども、光と毒でいいと思います。光と毒。この光ね、結構ね、発動するんですよ。なので、かなり回復に役立ってくれますので、入れておくといいですね。うん、武器のやつとはちょっと違うので、で、できればここは倒して先に行きたい。後から倒すとなるとちょっとね、矢を無駄に使ってしまいますので、ここに倒したいね。では向こう側行きまーす。じゃないですか。オッケー、終わり。14回終了。パワーシェイカーを更新していきましょう。お、罠でね、ゴーレムがやられることがあるんで、極力罠の近くにはゴーレムを寄せないようにやっていくといいかな。 OK、 OK、 でこれでおしまいです。次に行きましょう。で、15回何もいりません。で、ここですね。ここがね、ちょっと敵が多くて難しいところではあるんですよね。なので、できる限りエンチャントを入れておきましょう。光3にすればそれなりに回復してくれるんで、まあまあまあマシにはなるとは思います。 OK、まあ、とにかくエンチャンターを早めに倒すっていうことと、クリーパーに注意するっていう感じですかね。ちょっとね、武器がもう弱いのでダメージを与えられなくて若干苦戦する。いやいや、そうでもないかそうでもないか。ああ、クリーパーとかに注意していけば、まあまあそうでもないとは思いますけども、まあ、今シーズンの中では難しい方だと思うので、若干注意していきましょう。16回と22回ですね。で、ここで武器変えます。両刃斧のですね、エンチャントはガードストライクで強打、これでいいと思います。意外と強打が役に立つんだよね、これ。あ、強打がいいんだわ。 OK、 結構頑張ってくれるね、ゴーレム。ちょっとそこ倒しておきたいな。 OK、 あそこを倒してないと後が若干面倒か。いや、大丈夫だった。17回終了。何もいりません。で、ここも特に問題はないでしょう。あ、強打がここは効いてる。ここは強打が効いてます。まあ、ただし、難しい22回あそこ強打があまり意味ないんだよね。いや、全く意味ないか。ゾンビ系は出てこなかったかな。 OK、 あー、ちょうどいい時にやられた。はい、18回終了。ここも何もいりません。で、商人で防具をあげます。
はい、防具はこれでもう完成ですね。クリアまでこれでいけると思います。で20回ボスですね。ここは問題ないですね。ドラと、パワーシェイカー使ってもうガシガシ攻めるだけ。 OK、 炎を吐く前に倒せるね。20回終了。報酬何もいりません。 OK、 おトゲがついてるね。黄金でトゲがついたっぽい。お、悪くないよ。あ、で次が22回か。ほんと22回だけは要注意ですね。よし、いけ。当たらんか当たらんか。いや若干当たって、当たってた。もうばらけないで。でここでアップドラフトとゴーレムを変えていきます。こっちが、クリアしやすかったと思います。でガードストライクを多めに入れてあげてください。で もしももうちょっと安定感欲しいなっていう人は、輝きだね。輝きまで入れても全然ありだと思います。本当にここね難しいので注意していきましょう。危ね。もう弓とかそういうのはねもったいがらずにどんどん使っていって OK です。これぐらいしないとここは本当にねやられる。あいつに当たんね。あいつに当てたいんだけどね。よし、 OK。 あっ、今ので輝きがあったからいけましたね。でもスーパーアーマーみたいにもうもろに近寄ってくるやつのこいつとかねいますからね。本当に要注意です。22回、若干危なかった。愛のメダルだったらねもうちょっと簡単なのかもしれないですけども、うん、まあボスとか後々のこと考えると、うん、アップドラフトの方がいいような気がするんですよね。 OK、確かに22階のロイヤルガード、あいつをアップドラフトじゃない愛のメダルで絡め取るとだいぶ良さそうだけどね。 OK、 23回終了。でコグクロスボウを新しくしていきます。でエンチャントで長弾で虚無は1でいいです。1で十分で、テンポセット1ですね。これでいきましょう。あ、エンチャポイント余るから、うんうんうん、もうこれ輝き入れてた方が間違いなかったね。うん、輝きは入れるようにしてください。そっちの方が22回断然安定するね。うん、今のは結構危なかったんで輝きを入れて安定感増しましょう。よし、さすがに痛いもんねやっぱね。おい、ガードストライクのキュイーンっていう音がいい感じ。おしまいかこれ。終わり。
何もいりません。で25階はゾンビのみですね。問題はありません。はい、はい、あ、まだまだか。意外と後湧きする。で26回おしまい。急いでいこう。ドラを新しくしていってください。若干秒数増えますし、あと最後の商人で、あぶね、ちょっと上がるパワーが増えますので、ドラを取っていってください。ナイス。はい、おしまい。26回クリアです。でボーンクラブ取っていきましょう。でエンチャントですけども、クリティカル、虚無で衝撃波ですね。危ない。食らうと半分ぐらい持っていかれるからね。食らわないように。はい、行こう。このボーンクラブがね、とにかく強い。よし。ボスもこれがあればもう全然余裕だもん。よし。はい。次。痛い痛い痛い。はいはいはい。でエンダーマイトが出てきて、よし、最後の脇。うん、意外と硬いんだよなこいつ。どうだ。27終了。何もいりません。おっとエンチャント衝撃波ね。うい、危な、危ない危ない。ちょっとパワーレースか変かな。いい、意外と出るね、最後の最後が。危ねえ危ねえ。終わり。まだいた。いるんかい。最後の最後はちょっと出すぎ。28終了。ではボスですね。何もいりません。で最後はパワーで武器を上げます。はい。で次の階に行って武器に衝撃波を入れましょう。 OK。 でワンパンとかそういうのはできないんですけども、このエンチャントがついてれば全然余裕で出ますね。オーケー。とにかくよろしを食らわないように。いけた。オーケー。はい、ではクリアですね。どうだ。珍しいのが出てるな。うん、旋風一ダメ。爆発。まあこれにしときましょうか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。